98式 10cm 降格砲は日本海軍が開発した降格砲通称、超 10cm 降格九1938年に採用された。40後八89式 12cm7 降格砲を開発した日本海軍は、直気降格砲として、超方針法を計画し、1933年から試作砲による、 データ収集を始めた。1935年より、本法の設計を始め、1938年に、正式採用された。89式の 12.7cm に比べ、口径は一回り、小さい 10cm で設計。装填機構は89式と同じ半、自動装填機構とし、装填手順、装填方法とも同じである。 口径は小さくなったものの、本砲の最大の特徴でもある65口径という、超方針を採用。これにより、40口径12.7センチメートル広角砲に、対して、最大射程、最大射光ともおよそ1.4倍となっている。そのため、本砲の性能を、最大限発揮できるように正式化された、射撃式装置の中では、 最新の94式降車装置と組み合わせて使用された。光景の違いから一発あたりの砲弾の威力はおよそ半分となるが、被害半径を考えると1、1.27となり12.7センチメートルと大差がないとされ採用された。また、長時間の発砲でも発射速度が低下しないよう弾薬重量を抑えたのではないかとも言われている。 高所速となったことで89式公格法に比べ、方針の名数が短くなってしまったという端緒や、その対策として、管内工作でも、方針内等を簡単に交換できるようにしたという説がある。だが、交換については、ある資料によれば、管内工作で交換を可能にすることは、技術的に断念したと言われている。仮にできたとしても、 本法を搭載した間に予備方針を積んでいた記録が確認できないため、少なくともそういった運用は実施されていなかったことになる。また、短所については、高所速なため方針の名数が短くなったことは考えられるが、実際のところは不明である。砲塔の機構が複雑になり、量産には適さなかったとも言われているが、 装填機構などで89式と共通性があることや、砲自体の生産数が実際に装備した艦の数より多いことを考えると、生産性が劣るという説には多少矛盾が生じる。本砲の発射速度は毎分19発とされているが、駆逐艦、秋月上院によると、毎分15発を目標として訓練を積んでおり、 実際の戦闘ではそれも難しかったと証言している。ただし、砲塔内に即応弾があるため、その数値は一時的には可能かもしれないが、溶弾塔の能力が1問あたり毎分15発であり、そのことからも、毎分19発の連続射撃は、不可能であることがわかる。現在、空母、大砲搭載砲の盾に関しての正確な資料はない。本砲は、 秋月型駆逐艦の手法として有名である。しかし、生産能力の関係から駆逐艦以外で搭載することができたのは空母、大砲と軽巡洋艦、大淀のみだった。また、戦後、高雄市の防空砲台に配備されていた2機の本砲が日本から中華民国に賠償艦として引き渡された後、中華民国海軍の駆逐艦、 太陽に搭載して運用されていたことが明らかになっている。ありがとうございます。